AI だろう恐れる必要はない。彼らの訓練にはリベリアでの少年兵育成プログラムが応用されている。つまり彼らは仮想空間の中で過去の同じ体験をしているってわけ。知っての通りリベリアのあのプログラムは非常に優れた。だが今の時代先進国主導であのような訓練を行うのは困難だ。だから我々は脳に信号を送り、訓練を仮想体験してもらうことにした。夢を見ているようなものさ。その夢の中で無抵抗な捕虜や市民を殺してもらう。ガンパウダーも必要ない。中毒成分は脳の血管に直接送り込む。訓練が終わり次第、彼らはサイボーグのボディに組み込まれて出荷される。
まあ、ひこいいぞ、ちょうど分かった、ま、やっだがマハに内緒、やっ